ご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回はファミコン版のナッツ&ミルクを取り上げます。概要をまとめましたので、まずそちらをご覧ください。改めましてご機嫌いかがですか？バニラエースです。今回はですね、ナッツ&ミルクというゲームを取り上げてみたいと思います。このゲームは、私にとってですね、ファミコンと一緒に買ってもらったゲームということで思い入れの強いゲームです。パッケージの画像をですね、今ずっと流してるんですけども、この真ん中のキャラクターがミルクという主人公、左側の、リボンのついてるピンク色のキャラクターが、ヒロインのヨーグルで、右側の青いキャラクターが、お邪魔キャラクターのナッツということになっています。タイトルがナッツ&ミルクなので、まるでこの右側のナッツが主人公のように思えるんですけども、実際はミルクが主人公になっています。このゲームはですね、可愛いキャラクターが登場するということで、すごく入りやすいかなって思うんですけども、実際やってみるとですね、結構難しくてですね、私が小学校1年生の頃に出たゲームだということもあってですね、その当時遊んでいて結構難しい記憶がありました。結局ですね、50面あるんですけども、ほとんど進めずにゲームをですね、投げてしまったという記憶が残っています。ただ私がですね、単純にゲームベタだったということだけなのかもしれませんね。それから、このゲームなんですけれども、1984年の7月20日ということで、名作ロードランナーもですね、同じ日に発売されているようでございます。ロードランナーの方が有名になってしまってるんですけれども、このゲームも、面白いゲームだと思いますので、今もですね、バーチャルコンソール等で配信もされてますので、もしよかったらお手に取ってみてください。それから、ちょっと動画とかですね、ゲーム画面とかいうのがない動画になってますので、ちょっとこの1984年というの7月っていうのを振り返ってみたいかなと思います。先ほども言ったんですけども、私は当時小学校1年生でした。ちょうど7月といえばですね、アメリカのロサンゼルスでオリンピックが開催をされておりました。でその時にですね、ロケットブースターみたいなのを背負った人が、そのロケットで飛んでるのが開会式で流れてて、それがすごい印象的だったのを記憶してますね。世界的に、有名な出来事っていうのは、オリンピックが代表的になるのではないでしょうか。はい。それから日本ではですね、この頃、特に私が記憶してあるのがですね、ウルトラマン太郎が子供時代にですね、いろいろ経験したことを物語にしたウルトラマン物語という映画をですね、私見に行ったという記憶があります。なかなか面白い映画だったと思うので、また見る機会が欲しいんですけども、なかなかちょっと、出会う機会がないですね。DVD とか買えばいいんですけどね、なかなかお金もないし時間もないということで、そこまではちょっと手が出ていないという現状ですね。はい。
今回の、紹介動画いかがでしたでしょうか。まあ、こんな風にですね、まったりと語りながらですね、動画を今後も作っていこうかなと思ってますので、よかったらまた見に来てください。ではごきげんよう。ご視聴ありがとうございました。